今回は FW14B のパート2です。生まれ変わったエアロマシン。FW14B のデザインをしたのはエイドリアン・ニューウェイさんですが、ウィリアムズに来る前はレイトンハウスにいました。レイトンハウスで最後にデザインしたのがこの上の写真の901です。FW14 もしくはこの 14B がどうしてこういう形をしているのか、どういう空力性能なのかというのを理解するのに CG901 と大いに関係があるようです。どういう関係があるのか、ニューウェイさんはデザインをどのように変えたのかというのを理解すると FW14B の空力性能がよくわかりますので紹介したいと思います。90年にウィリアムズ入りしたエイドリアン・ニューウェイ、91年デザインを手掛けた FW14 は惜しくもチャンピオンならず、92年アクティブサスを追加した FW14B はチャンピオン獲得し、名実ともに世界一の車に。しかしウィリアムズ入り直前にはレイトンハウスをクビになっていた。91年の FW14 も非常に速い車でした。チャンピオンはマクラーレンに取られちゃいましたけど、どの車が実際一番速いのかということでは間違いなく FW14 だと思います。で、92年は実際にチャンピオンを取って名実ともに世界一の車になりました。ここだけ見てると空力マシンっていうのはすごいんだなということと、その空力マシンをデザインするニューウェイさんってすごいなと思うんですが、ただこのウィリアムズに来る直前にはレイトンハウスをクビになってました。それはどういう理由があったんでしょうか。90年予選落ちを繰り返したレイトンハウス CG901、 責任を取らされニューウェイはチームをクビになる。直後のフランスグランプリ CG901 は改装し1位2位を走行、最終的にカペリが2位入賞。 CG901 がサーキットによって速さが全く違う理由は、90年のレイトンハウスはボロボロで予選落ちしまくってました。それはこの CG901 の性能があまりに不安定だったからです。ちなみにドライバーは、イワン・カペリとマウリシオ・グージェルミンなんで、ドライバーのせいで予選落ちっていうのは考えにくいです。2人とも結構優秀なドライバーなので。でニューウェイさんはクビになっちゃったんですが、まあたまたまというかね、辞めさせられた直後のフランスグランプリレイトンハウスは1位2位を走ります。でグージェルミンはリタイアしちゃって、でもカペリが最終的に2位に入りました。予選落ちするほど遅い車だったのに、サーキットが変わったら急に速くなったわけです。どんな理由があったんでしょうか。とりあえずこんな出来事があってからウィリアムズに来たっていうことをちょっと頭に入れておいてください。はい、ここからはニューウェイさんのインタビューです。90年のレイトンハウスとウィリアムズ FW14 を並べてみれば類似性は明らかだ。私は901の風洞での数値がFW13 の数値よりもはるかにいいことを知っていた。90年の901、これ右ですね、 CG901、 それとウィリアムズ FW14 は似てると、はい、まあ、確かにねすごい似てるんですよ。 FW14 がほんのちょっとハイノーズになってるのは置いといて、それ以外のフロントウィングの形は全く一緒だし、コックピットの入り口が五角形の形をしてる。これちょっとこの写真だと分かりづらいですけどね。でサイドポンツーンが低くて、で薄べったい。リアウィングはロアマウントの形と、要するに基本コンセプトはこの2台同じなんですね。細かいところは変わってますけど、 CG901 のコンセプトをそのまま受け継いだのが FW14 だと。で901の風洞での数値が FW13 の数値よりもはるかにいいことを知っていた。13っていうのはあの車はもう見るからにボコボコしてるんで、まあ、風洞の数値がいいわけないですね。だ風洞の数値で言うと901が優秀だと、まあ、実際に走るとね、先ほど言った通り901は予選落ちばっかしてるんで全然速くないんですけど、このデザイン上の風洞の性能は数値的には901の方が性能がいいので、 FW13 のコンセプトを捨てて901のコンセプトを FW14 に持ってきたってことですよね。901が空力的に車高変化に敏感すぎることは明らかで、路面がスムーズなサーキットでは極めて高い競争力を発揮する一方、バンピーなサーキットでのパフォーマンスは凡庸だった。フランスグランプリのポールリカールサーキットは路面がフラットで狙い通りの空力性能を発揮した。901がなんでそんなに予選落ちばっかしてたかっていうと、ちょっとでも車が揺れちゃうともう空力性能を発揮できないんですね。路面がスムーズじゃないとダメ。なんでフランスグランプリで速かったかっていうと、フランスグランプリのポールリカールサーキットがすごいスムーズな路面なので、 CG901 が
空洞で実験した通りの性能が出て、めちゃくちゃいい空力性能で走れたと、そういうことなんですね。 FW14 の 40% モデルを使った実験を通じて、車高に対する過敏さの主な原因はフロントウィングにあることが分かってきた。フロービズの流れを見ると、剥離が起きるのはウィングの中央だった。FW14 を作るにあたって、まず風洞用のミニチュアモデルを作ったんですね。で、最初は CG901 みたいな形で作ったんでしょうね。で、それで分かったのが、その空力性能の不安定さ、過敏さはフロントウィングに原因があったと。フロービズの流れを見ると、剥離が起きるのはフロントウィングの中央だったと。剥離が起きるっていうのは、ボディに沿って流れる空気が渦になってしまったりして流れていかなくなるってことですよね。そこで空気が踏ん詰まっちゃう、渦になっちゃうってことですね。そこで中央部分を持ち上げて、やや後退させた3次元的なウィング形状を開発し、車高が最低の状態でもフロービズが綺麗に流れるようにした。ハイノーズ形状の理由がここに、はい、FW14 が若干ハイノーズになってるのはこれが理由なんですね。車が前につんのめって、フロントの車高が最低の状態になっても若干ハイノーズになってて、後ろにフロントノーズが後退してるので、車がつんのめった状態になってもこの下を空気が流れるって分かりますよね。これによって先ほどの空気の剥離を防いで、フロントがつんのめってもフロントウィングの下の空気が綺麗に流れるようにしたってことですね。なんで91年これハイノーズを採用したのは、ティレルのハイノーズとは多分全然理由が違いますよね。あれもっとガバーって上に上がってて、ちょっと持ち上げすぎってぐらいになってるんで、ヒントにはなってるんでしょうけど、理由は全然違うってことだと思いますね。で、今のがフロントウィングの改善ですね。で、はい、まだあります。次にフロントウィングの翼端板だ。ルールブックを調べてみると、フロントホイールの中心線とタイヤ後端の間には、車体の底面よりも上でさえあれば何をしてもいい小さな抜け穴があった。はい、ちょっとね難しいんですけど、フロントタイヤの中心線とタイヤの後端の間、要するにタイヤの後ろ半分ですよね。その間の空間は車体の底面よりも上であれば、まあ何をくっつけてもいいと。そこで翼端板後部をフロントタイヤ後端まで伸ばし、その仮面に 25mm の小さな垂直ターニングベインを取り付けた。これは内向きに吹き出す流れの抑制に極めて高い効果を発揮し、かなりのダウンフォース増加をもたらした。はい、これがボーテックスジェネレーターですね。今写真で見えている右フロントタイヤの下側、フロントウィングの翼端板の、まあ、後ろというか下が伸びているパーツがありますよね。これがボーテックスジェネレーターで、垂直フィンがついてるんですね。で、これ説明だと仮面下側にって書いてありますけど、これ上側にもついてますよね。要するにこのフィンをつけることによって、フロントタイヤが作る空気の渦を車体の外側左右に跳ね出してくれるんだと思うんですよね。で、それによってダウンフォースが増えたと。おそらくこれで空気の渦を外に吐き出すことによって、まずフロントウィングの空気の流れが良くなるのと、タイヤとノーズの間を通って車体の底面もしくはサイドポンツーンに抜けていく空気も流れが良くなるんだと思いますね。なんでフロントウィングもしくはシャーシが生み出すダウンフォースに貢献しているということだと思いますね。この垂直ターニングベイン、垂直フィン自体はすごい小さなもんだと思うんですけど、すごい効果ですね。これ他のチームがみんなコピーしてましたよね。まあこれニューエさんみたいに車全体を考えてくっつけないと効果は 100% じゃないと思うんですけど、まあ何しろ流行りましたよね。で、はい、次はニューエさんからの名言はないんですけど、 FW14 から採用されたブロンディフューザーによるダウンフォースの向上も大きいと推測されます。これまずね、下のレイトンハウス見てもらうと、排気管が、テールランプの下に左右並んでますよね。エンジンの排気はこっから出してるんですけど、上の FW14 は見えないですよね。これ床下から排気して、要するにブロンディフューザー、排気ディフューザーなんですけど、このブロンディフューザーによってダウンフォースすごい上がったらしいんですね。これも CG901 と違うポイントだと思います。なんでこの大きく3つ、フロントウィングを若干のハイノーズに変え、ボーテックスジェネレーターをつけたブロンディフューザーに変わった、
この3つによって CG901 の時にニューウェイさんが狙った空力性能が最大に安定して発揮されるようになったと思うんですね。901のままだとフラットな路面じゃないと性能を発揮しないんだけど、この3つが組み合わさったことによってどんなコースでも安定した強いダウンフォースが発揮されるようになって、さらに言うと 14B のアクティブサスになったことによって完全に車体の車高が維持されるようになって、より完璧な空力性能になったっていうことだと思います。レイトンハウスをクビになってしまってがっかりしたと思うんですけど、この1年2年経ってニューウェイさんがデザインした空力コンセプトは世界一の車になったわけですよね。なんでリベンジを果たしたというかね、ニューウェイさんの考え方が正しいということを世界中に示すことができた。ニューウェイさんが描いた最高の空力性能が実現して達成されたっていうことだと思います。